ちょっとちょっとちょっと まさかとは思うんですけども、すごい大物に来ていただいております。いや本当に ねえ、千原誠司さん、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。聞くところによると、はいはい、ピロシキーズの動画を見ていただいてたみたいで。そうやね、基本的に外国人の人が日本のことを発信してるっていうのが好きやね。そうそうそう、めっちゃいろんな国回られてますもんね、うん、そうそうそう、僕が一番好きなのはあの鼻くさ病の時が、鼻くさ病の歯周病ね、そう、すごい面白いなと思って、あれからね、結構見てるんです。いや自分たちは、はい、見た目と中身は一致せえへんねんでっていうのをおおよそ表現したかったんで。面白いやん、関西で育ってるとか設定が分かりやすいから。でも僕ちょっとそのメディアに出させていただく機会が増えて、うん、バラエティ番組とか、うん、テレビ出させていただく機会があって、うん、でそういうところで頑張っていこうと思ってるんですけど、うん、なんかまだ薄いんちゃうかなと思ってるんですよね。いやそんなことないよ、十分濃いやもん。結局求められるのは、うん、台本とか見てても、うん、オカマっぽいおねえ言葉で書かれてたりするんですよ。あいやもうそれはね、乗っかったらビッグマックの上にビッグマックみたいなことでみんな咀嚼できへんと思うね俳優さんが登場する番組の中で、はい、女性のレギュラーの座ってる人たちがいて、はい、男性の人もいて、はい、で自分もいて、うん、でその俳優さんが登場っていうところを見たら、女性陣プラス小原喜びの声って書いてるんですよ。これはだからつまりもうちょっと自分がオカマっぽくするのを求められてるんやろうなって感じてて、すごい悩んでるんですよ。だから事務所と相談して、ゲイ強めでいくか、普通のゲイの人おるやん、社会人としてちゃんと立派に当たるけどセクシャルはゲイですっていう人もおるやん、うん、どっちにサイコロ振るか決めないうちに沈んでいったお姉さんをたくさん見てます。いや怖っ、お姉さんやだー。やっぱ中途半端が一番ダメなんです。そうそうそう、 YouTube とか見てたら彼女がおるからそんなにゲイっぽさが出てないのよ。何かの時にゲイやからって言うた時のなんとなく薄くは出てたけど、うん、あほんまにそうやったやーって気づいたぐらいの感じやったから、それはもう俺おそらくはちゃんと事務所とこの後緊急会議で模擬賞から全部変わるで、そうなってきたら嫌やな、もう急にもう派手とか生やして視聴者びっくりするわ急にでもね、僕が思ってるのが、うん、ゲイが受け入れられるこの社会の中に、うん、一番最初は例えばその三輪明宏さんであったりとか、はい、こういう人おるんやっていう、すごく言い方が悪いけど見て物のような感じで、うん、私たちこういう人がいるんですっていうのが分かる段階があったと思って、うん、その後でしばらくしてから、まあ、お杉とピーコさんであったりとか、うん、IKKOさんであったりとか、うん、面白い人たちが出てきたと思うんですよね、うん、オカマってなんか面白いやんみたいな、うん、でその後マツコさんとかミッツさんみたいな人たちって、うん、面白いというよりも私たちと同じ感覚やなみたいな、はいはいはい、代弁してくれる感じがすごい共感できるわっていう、普通の感覚あるんやって、うん、でそろそろ次の段階に行かんとあかんのかなって思ってるんですよ。だから僕は誠司さんが YouTube 見ててそうやったんやって気づいてくれたパターンがいいんかなって思ってるんですよ。なるほど、実はもう地球上には宇宙人が来てるんだよみたいな感じでゲイはいっぱい歩いてるんだよみたいな、あの人もそうだったんだよみたいな。アメリカでエレンの部屋っていうのがで、まさに『徹子の部屋』みたいな番組やったんですけど、その彼女がよくよく調べたらレズビアンの方やったんですよ。あ、なるほど。あ、レズビアンの人って全然普通におるんやなっていうのがすごく社会に広まったみたいな一面もあって、うん、そういう感じでゲイは僕は上にもせん方がいいのかなって。でも俺もそれをもう言うと求められるやん、うん、ゲイって言うとさっきの役者さんが出てきた時に、うん、キャー素敵そう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 とか嫌んのが乗っかるやん、うん、だから別にゲイやからっていうので仕事せんでええんちゃう。どんどん肩書きが必要になってきて、そのテレビの中で例えばお笑い芸人さんだったらお笑い芸人という肩書きがもうあったら、その中でも出れる人ってさらに何かこう特徴があるわけじゃないですか。コラムニストで別にええやんか、そんなの。コラムニストで縦だけじゃなくて横にも広がる書き方してるからいろんな番組に出てるみたいな感じでええんちゃう。ほんでそのチラチラあれ国民はみんな思うけどぽいなこいつぽいどうぐらいの感じでみんな引っかかってて、ああやっぱそうやね、初めてウィキペディア見てわかるみたいな、それにしていこう、うん、でもゲイ売りにしたらきついな、うん、そりゃちょっと高く止まってる LGBTQ 的な仕事が来るようになるんですよ。いいんだけどもそれはそれで
多様性を広めることにすごく賛成をする立場に無理やりそっちに引き込まれていくというか、別に多様性に僕は反対とかじゃないねんけど、線引きみたいなものを誰が決めるんやっていうのは僕は責任負われへんのですよ。無責任に行きたいんですよね本当は。でその中で僕やっぱ誠司さんズバズバ言うじゃないですか。一体どういうつもりでどういうつもり、いや無責任やから言えるんやって。ネットとかで批判されません？すごい。すごいすごいよ。いいんですかそんな批判され。いや、会うたこともない、どこ住んでるかも電話番号すら知らんやつに、俺気使わなあかんねんって。見ます？そのネットとか。見る見る見る。だってさ、悪い後輩が出て、兄さん。この子めっちゃ見ました。兄さんのことこない書いてますよ。なんかいつも見るからで気にするんですよ、気にするめちゃめちゃ気にするんですよ。僕なんなら生放送の番組中にエゴさして見てるんですよ。緊張してるって思ってその番組内で訂正するんですよ。5時に夢中って番組出てるんですけど、松田優作さんの娘さんの松田優希さんって方と出てるんですけど、やっぱ血迷ってたんか知らんけど、すごい昔考えたら松田優作の北まで泳いでたんやろって言っちゃったんですよ生放送で。ネットで見たら、ひどい、本当にひどいってなり始めてたから CM 開けて、なんかいろいろ思ったけど先のは失礼やったと思う、ほんま申し訳ないわって言って、それで僕はネットを見たらブラス君、まあ謝れるタイプだから好きって書いてた。だからそこから見た方がいいんやなって思ってめっちゃ見るんですよ。うまいことそれが変えられるからいいけど、自分なんか結構下手なんですよ。結構そう過激やったりするんですよ、いうことが。アレちゃんは失敗を恐れすぎてんの、逆にネズリーグに2人で出たんですよ。でその時に出た問題が濁点のつく都道府県を言えって言って、それをなんか順番にいっぱい言っていくで、アレちゃんのファンになった時に大分って言ったんですね。でそれブーってなって、なんでやねん濁点っていうワードを知らんかったんやろとかツッコミを受けて、でそんなのがあったのにめっちゃ落ち込むんですよ。でその後2つスタジオ使ってこう移動があるんですけど、移動してる時もずっと失敗した、ほんまに失敗した、どうしたどうした、神戸って言えばよかった、どうしたどうした、神戸も都道府県ちゃうしとかって思いながら。いやでも神戸っていうのは受けてたよね。でもそれを僕がこうやって話すじゃないですか、こういうとかめっちゃ嫌がるんですよ。ええやん別にそんな、あなたが傷つけば傷つくほどお茶の間に幸せを配達してるんですか。アレちゃん的には、失敗は絶対したくない、私のがみたいなものを絶対ぶらしたくないっていう。ぶれたくないんですよ。YouTube 撮ってた時に、ガム噛んでたんですよ。ガム噛みながら喋ってて、それがめっちゃ叩かれてて、もうそんな叩かれるんやから、ガム噛むやめようやっていう話をした時に、なんでガムの人にそんな言われて噛むのやめなあかんねんって言って。俺もそう思う。自分のチャンネルやね、なんでこんな言われなあかん。そう。で、それでガム出しって言って、はい、出さへんって言って、ほんで挙句の果てに、私アフロにするって言い始めて。批判されて反省したこととかあるんですか？だから言わんかったらよかったなっていうのはないな。意見なんて 100% 同調するやつがおるわけじゃないから、2割3割そうや政治の言う通りや言うてくれるやつがおったらもう OK やから、半分以上批判してきても絶対俺の方がそいつらよりいろんな情報を持ってる中で選んで喋ってるから、そこをなんか知りたい。うちはなんかやっぱ傷つけるのめっちゃ怖くて、それで喋れなくなったりするんですよ。自分らが今言われるのは、あったらばすごい楽しんでる姿をウクライナの人が見たらどういう気持ちになると思って。結構かかるんで。いやいや、その人はウクライナの人たちがほんまにどういう気持ちでいるのかとかも分からず言うてるだろ。だから阪神淡路大震災の時にね、あの時に大阪で番組やってたんやけど、全部もう被災者の情報とか安否確認の情報ですみたいなばっかりずーっと24時間やってて、俺らやってたラジオももうそれになったもん。現場にはおるから名前あった人連絡取ってあげてくださいとかっていうみたいなラジオだったけど、ほなもう被災者の人がやめてくれ言うて、千原兄弟もそんなことしだしたらお前どないすんねんこれ言うて、頼むからお前らだけ普通にラジオやってくれ言うて、ほなもう普通にやるわ言うて、普通に役に立つ情報やから大事なんかなって思っとったけど、いやでももうそればっかり聞いてたもう嫌になってなって、もどこに合わせても聞けますもんね。そうそう、で結局それはねやっぱりね局的にも被災者から来た手紙やということで、これが批判されようが何しようが関係ないと、やりますよってやったっていうのを覚えてるわ。当時大阪の番組収録でやってた番組がほんまに人気ない番組で、視聴率ずっと米やった。米っていうのは視聴率出ない、数字が出ないっていう、米やったの。それが審査の時だけ30%とか、おーやっぱみんな聞きたかったんや。
自分らが YouTube をこれやってて、ウクライナの戦争侵略が始まってすごいマイナスのことバックアップするようになったんですよ、うんうん、そうせんとあかん空気感もすごいあったし、うんうん、それ以外に何をアップしてもね批判されるやろうってなってたけど、それで来たコメントが、日本に住む日本国籍なんだけどもロシア人の高校生なんだけども、あなたたちみたいなロシア人という形で発信してる人たちが笑ってはいけないみたいな空気感を作ってるから、僕までなんか笑ってはいけないみたいな、学校でもそういう空気感になってしまってるっていうメッセージが来て、自分が良かれと思ってで謹慎してたとしても、はいはいはい、誰かを巻き込んでしまうというのがやっぱメディアとか YouTube の発信するということの差がある。これ日本人が相当濃いと思うね。あのボクサーの友達が子供の時からボクシングずっとやって、うん、もう今はまあ引退してるやつだけど、人生でやっぱ一番辛いのは自分の試合の前に家族の食卓から笑顔がなくなることって言ってた。自分が減量するやん、自分がヘビー級で体重が見えないわ言うて勝てるんやったらそれでやるけど、飯もバンバン食って、でも俺のパンチ力で勝てる階級に自分で選んで、その階級で戦うために自分で飯食わずに体絞ってるだけやのに、妹さんがいてはったんやけど、お兄ちゃんがもう減量入ったから私もみたいなとか、俺はだからそいつ試合前になんか電話かけてきて飯食いに行きましょうって言うて、そいつ食わへんねんけど、俺だけが普通に飯食うからすっごいいいんやって、審査だけですよ今の僕の前で普通に飯食うのだからストレス発散になるんやって。いやそうやな、多分やっぱだから平和のためには笑いが大事やな。絶対笑い大事やって。せいじさんっていろんな国行かれてるじゃないですか、はいはい、このチャンネルでは外国と日本の違いみたいな話したりするんですよ、はいはいはい、うんうん、知ってる知ってる。正直外国の人が日本に来て感じたこととか、うん、まあ、たまに出ていただいて話してもらうことあるんですけども、一番伝わるのは日本の人が外国に行って感じたことを発信されるのって、めちゃくちゃ日本の人には分かりやすいやろうなって思うんですけど、逆になんか日本が初めて外国に行って気づく日本みたいな、日本像みたいなのあるじゃないですか。ある。それっていろいろ言って変わりました。変わる。俺思うんやけど、駅とか電車の中とか公園とか人前でも子供めっちゃ怒ってるおかんおるやん、ほとんど。あれって日本だけやんねん。子供が泣いてるから困ってるお母さんをおばはんが攻撃するっていうのも日本でよう見るけど、海外って絶対ないよね。一緒に怪し出すもんな。吉本の芸人で海外住みますっていうのやってて、そいつが海外で結婚して海外で子育てしてて日本に帰ってくるときに、日本ってこんな世知辛いんやってびっくりしたで。例えばじゃあ公共の乗り物、電車の中で電話とか全然かけるし、かける、向こうとかだとね、うん、あとなんかペチャクチャバーって喋ってる、うわーって喋ってる、異常なテンションで喋ってる分断もおる。でもこと子供に関しては子供がバーって泣いてたら、子供がバーって泣いてたって老いも若きもものすごい感じ、愛がある感じで、多分でもそれって分かんないですよ、僕の勝手なあれなんですけども、日本は割と他人様に迷惑をかけない文化というか、迷惑をかけることがダメなことであると考えられてると思うんですけども、他の国、まあ全部どこの国によって違うとかあると思うけども、経験された国は迷惑お互い様文化というか、迷惑をかけることがダメというよりも迷惑かけられてもある程度許さんとあかんみたいな。いやそうは、だって子供からちゃんとお前おとなしくさせろや言うてるおっさんも子供の時はギャーギャー泣いてたって、そういうおっさんに限って泣いてたと思う。おむつトレーニング5歳までかかったからめちゃくちゃいつまでおむつしてんねんお前でもその子供に向かってやたら怒るお母さんってたまにいるんですよ。もうちゃんとここキーよ、もうそんなとこ行ったら前に迷惑かかるからね、静かにしてたのね、今日はうるさいやんみたいなおるんやけども、それも結局子供の指導をしてない親が叩かれるから、そういうアピールになるんかなって、私ちゃんとやってますよって、日本のやろそれは、そう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 、それを言わざるを得ない環境ができてしまったんやろな。それが彼女にとっては自分の身を守るための手段なんやろうなって思った。それが日本の文化やから、俺は今の話聞いてすごいこう悲しいなと思って、みんなが許した方がええという教育であれば、うん、すごくうまいこといくと思います。なんかその批判する前に一
回褒めるっていう、こいつはほんまに不倫してひどいやつでこんないろんな人を傷つけてって思うけど、やっぱ顔がかっこいいからモテますね。付け加えて、でもそれはさ、俺みたいに多分別に顔がかっこよくないやつを褒めるって、例えば俺とかやったらお前不倫みたいなしょうもないことして女こら言うて恥さらしが、でもお前うまい店めっちゃ知ってるな。そうそれがあった方がいいと思う。でも一番傷つくのは、今まですっごい大好きだったけど、この度アレちゃんが肘をついてご飯を食べていたのでチャンネル登録解除しました。そんだけ好きじゃなかったんだよ。そうやね。だから 俺とかやったらアレちゃんのことむっちゃ好きやったら肘ついてとか、行儀悪い環境で育ったんやな、こんなんで正月おせち食ってたら肘にどつかれたわなんて。でもアレちゃんところおじいちゃんはアレちゃんが可愛いから怒らへんねんな、だから自由に育ったんやなって思う。いい方に解釈する。そう最初にせいじさんとこのチャンネルで1時間喋って、ヒロシキーズのチャンネルでも話してるんですけど、また1時間経ちました。こっちも1時間早いな。おしゃべりおしゃべりおしゃべり。せいじさんところのチャンネルも、はい、あの概要欄の方に貼っておりますので、ありがとうございます。そちらでもいろいろね深いお話させていただいたんで、ぜひチェックしてみてください。はい、であのグッドボタンも押してください。グッドじゃないと思ったらバッドでも構いません。ありがとうございます。ありがとうございました。